いらっしゃいませ。スキル案内ショップにようこそ。当店ではお客様のご予算やプレイスタイルに合ったスキルプランを提案させていただいております。今回担当します安藤梅田と申します。お客様のご希望のキャラクターは何でしょうか？ふむふむ、単純なタナトスですか？承知いたしました。それではまずタナトスの巣のステータスを見ていきましょう。タナトスの巣のステータスはこちらになります。 HP19111 はタンクを含む現存キャラの中でトップの HP となっています。2位のミーノス17635を大きく引き離しています。次に物理攻撃力2165は物理アタッカーの中でも最下位レベルの低さとなっています。 R セイヤと同じ値であり、なんなら正規投了といい勝負です。そもそもスキルが強すぎるので、そのための調整でしょう。ですのでコスモは定数アップの隕石や声援がおすすめです。パーセンテージアップの岩石はあまりおすすめいたしておりません。次に防御力、物防は484、粘防は544となっております。アタッカーとしては高水準で、巣の HP も高く、カノンもタナトスも警戒したいため、総合がいいかもしれませんね。巣の HP が高いため、HP をパーセンテージでアップする配信に目がいってしまいますが、このキャラは自力で制御を浄化できるため、異常耐性が腐ってしまいます。次に速度は308です。アテナの306やホットクロス1機282より速いため、死神の目レベル5あれば1ターン目の2回行動を即潰すことができます。同じく1ターン目に2回行動してくるヒプノスは速度360のため、それを超えるのは厳しいですが、そもそもタナトス相手にヒプノスを出すのは厳しいので、そこを意識する必要はないでしょう。このキャラはアクサガに近い、主にパッシブで攻撃する置きキャラクターです。自身で制御解除もでき、縛れないアクサガと考えるととんでもないキャラクターですね。次にスキルプランのご紹介をさせていただきます。最初にご紹介いたしますのはガチ勢プランです。スキル配分は1、1、4、5となっております。素体スキル圏換算で17体必要なプランとなっております。まず通常攻撃タルタローズフォビアはレベル1に設定しています。 120% の物理ダメージとフォースをプラス2にします。主にこれを使っていくことになりますが、死神の目をつけることが目的のため、ここを上げる必要はあまりないでしょう。次にテリブルプロビデンス、こちらはレベル2に設定しています。 60% の物理ダメージを5回与えます。またフォースをプラス10します。エネルギーが余るときやフォースの調整に使いましょう。エネルギー2を使って単体に300ダメージでは少し割が合わないように感じますが、そもそもパッシブで攻撃することがメインなので、おまけとしては十分でしょう。次に究極カムイはレベル4に設定しています。敵全体に伝説コスモ1ターン無効を付与し、
物理防御、念力防御力をマイナス 7% にします。さらに 130% の固定ダメージを敵全体に与えます。この技の発動時はフォースが100あるため、実質その倍の 260% ダメージを与えることになりますので、かなりのダメージですね。敵の全体攻撃や追撃攻撃に対しかなりのプレッシャーとなるでしょう。次に死神の目をレベル5に設定しています。ターゲットが2回行動した後 1300% のダメージを与えます。フォースが40以上であればダメージが 1.5 倍になります。さらにフォースのダメージ補正もかかりますので、凄まじい威力ですよね。このプランではただ置いているだけで究極カムイによる強力な全体攻撃、伝説コスモの無効化、そして死神の目による単体に大ダメージを与える、このタナトスというキャラクターの強みをフルに発揮できるプランとなっております。次にセミガチ勢プランをご紹介いたします。スキル配分は1、1、2、5となっております。素体スキル圏換算で12体必要なプランとなっております。ガチ勢プランとの変更点は、まずテリブルプロビデンスがレベル1になっています。 50% の物理ダメージを5回与えます。フォースプラス10獲得できます。エネルギーが余る時やフォースの調整に使いましょう。ガチ勢プランよりも少し威力が下がっていますが、特に支障はないでしょう。次に究極カムイはレベル2に設定しています。敵全体に伝説コスモ1ターン無効化、防御力をマイナス 5%、 また敵全体に 80% ダメージを与えます。こちらもフォース100の恩恵により実質 160% のダメージとなります。無料で打てるにしては十分なダメージでしょう。伝説コスモ無効効果をメインと割り切りましょう。次にエンジョイ勢プランのご紹介をいたします。スキル配分は1、1、2、3となります。素体スキル圏換算で5体必要なプランとなっております。セミガチ勢プランとの変更点は、死神の目がレベル3になっています。ターゲットが3回行動した後1100% のダメージを与えます。フォースが50以上であればダメージは 1.4 倍になります。そしてさらにフォースのダメージ補正も入ります。レベル5と比べターン数が増加しており、使いづらさはありますが、メリットがないわけではありません。槍と併用し、相手のタナトス対策キャラジュネやカミシュン、ムーなどを槍で縛れば、槍が機能する3ターン目にちょうど死神の目の発動を合わせることができます。しかもタナトス自身が槍仕様の適性が高いのもありがたいですね。スキルプランのご紹介は以上になります。タナトスは非常に強力なキャラクターですが、スキル要求の高いキャラクターでしたね。カノンにカミシュン、ハーデスの覚醒と、すでに石やダイヤが枯渇している人が多い中、タナトスの育成はなかなかにハードルが高いですね。スキル権はこれから入手の機会もあるでしょうから、とりあえず1体確保を目指して長期的に育成していきましょう。海外版でも未だにトップクラスであり、腐ることのないキャラクターなので、無理のない育成を心がけましょう。お客様の端緑なタナトスが銀河戦争で活躍することをお祈りいたしております。今回のご案内は以上になります。お客様に合ったスキルプランがありましたでしょうか？
またのご利用をお待ちしております。